やだ、わしの魔物強すぎ。原作だと戦闘シーン自体なかったような、この名前とこの風貌で想像できる通りのバトルスタイルだった。なんかニョイ棒みたいな攻撃魔法使ってきた。原作はそうでもなかったのに、アニメ版のこの子見てるとなぜか姿に村田蓮司味を感じる。こういう感じの髪型の子よく描いてたから、なんとなくわからんでもない。魔法使いの戦いって射撃狙撃に偏りがちだけど、ラオフェンは魔法を体術に使うタイプだからアニメ映えするんだろうな。結構攻撃力もあったんだな。アクションシーンを盛るのはわかるんだけど、複製体が1目で崩壊していく描写をあんなにねっとりやる必要あったかな。ネームドの死亡シーンは普通だとめったにやれないシーンだから必要。他のキャラが原作だと棒立ちで魔法ぶっぽばっかりだから描写盛りにくいんだろうな。弁慶も捨て頃系 CG だから2人でガンガン切り込んで、リヒターの石壁とメトーデの火力が援護する形になるんだな。なんか普通にバランス取れてていいパーティーでは。アニメスタッフの愛を受けてる。魔法使いと戦士の違いがよくわからなくなる戦い方だったな。ラオフェンは華奢な体でも瞬速と破壊力出せるけど、魔力消費しながらやってるから燃費悪いと思うよ。あの速度を素で出してたヒンメルマジでおかしい。孫へ、血だよね。アニメだと女キャラみんなへ、血だな。漫画読んでた時にはそんなこと思わなかったのに。単純に瞬間移動って強いよな。一次試験の時も思ったけど、スタッフに孫推しがいるよね。孫は可愛いからな。コピーラオフェン原作だとどうだったかなって読み返したら、戦闘シーンすらなくしょされてた。完全に無から生み出されてる戦闘シーン。アニメの恩恵めっちゃ受けてるな。まあこんな格好の高速移動の使い手が体術じゃないのは嘘だろってなるしな。漫画じゃ強みがいまいちわからなかったエーレちゃんも持ってくれそうだな。強くて可愛い孫。バトルパートは原作読者からしてもアニメで盛られるのを期待されてたとこだしな。漫画の戦闘描写は淡白を超えてシュールの息だったしね。スタッフラオフェン好きすぎじゃん。あの杖伸ばしてムチみたいにする魔法ラオフェン使えるってことだよな。ラオフェンはアニメ化の恩恵を得すぎじゃない。可愛いよね、わしの孫。複製体のやられ方もなんかえ血だったじゃない。この漫画の少ないアクション担当だし。お孫さん可愛いですね。前衛とか後衛ってなんだって感じた今回。ラオフェンは原作時から魔法で移動力上げてるタイプだし、魔力消費して前衛するタイプだろう。筋力や反応速度も魔法でバフかけているのかな。孫が棒伸ばしたり格闘したりって原作にあったっけと思って漫画見直したらそんなシーンなかった。今回へ死担当すぎた。ラオでフェンでお団子ヘアーで棒術使い、こいつ中国人キャラに決まってるあるね。孫感がアニメでモリモリされてる気がする。スピード自慢のキャラが格闘しないわけないもんな。アニメラオフェンのせいでこんな接近戦特化の魔法使いもいるのかって新しい疑問が生まれてしまった。アニメのラオフェンはそのうちハッピーのモーションでゼロ距離ゾルトラーク打ちそう。八景で防御魔法ぶち壊してゾルトラークいいね。距離が近い方が当然ゾルトラークへの防御魔法も間に合わせるの大変だし、割と有効よね。よく考えたら前衛抜きで戦わされてるんだよな、この試験。必然的に前衛っぽいことさせられる魔法使いが出るわけか。原作をよく理解して原作以上のものにする映像化とはこういうものか。